マジだよ。おい、誰かいねえのか。壊せろよ敵に助け。なんせよ一番、あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてえだろ。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってろよ北京ダック。いい年越ししろよ、ご両に。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道か歯見せで笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。でん。おっす。どうした一、そでも漏れそうなのか。うるせえ一。たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ、自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ雪吊りの客だろう。一番を見てくれ。ほらおいで一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズの一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず当てもなく生きてた。金のために誰かで構わず喧嘩ふっかける毎日。
そんなどうしようもねえバカには天罰ってのがあった。その日俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ、荒川組、俺殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。春日一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返してほしけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。助けてもらってありがとう。これな礼なんていらねえよ。お前のために指を落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。お疲れ様です。組長、またてめえか。何度言ったら分かるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺は杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。
雨の日も、炎天下仲間。お疲れ様です組長。誰こいつ、親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。1名のことだった。いやー、あそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやすん。おう。あ、もうすぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんて、ナンパされに来てんでる？違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。ああ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの彼でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえ、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩よりも数年ぶりだな。前より強くなったのといいが。面白い。やっちまおうぜ。まだじゃ済まさねえ。手加減しねえぜ。俺の番だな。とっておきな。見せてやるよ。さっさとかかってこいよ。こいつだって。よし、行くぞ。ふん、うわっ、よっしゃ。本気出せよ。ほら来いよ。なんだってめえ。くらえ。あとは頭きた。ふん、うわ、こいつだ。しゃあ、本番出した。俺の番だな。はず、うわ、大勝利ってか。なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫か姉ちゃん。
おい、おやつさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい。おやさんも良いお年を。どう？やっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。お兄さん、起きて。お兄さん。ねえ、やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと、身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々、物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。はぁ、見わんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやつさん。朝早くにすまねえな、いき。ねえ、バリバリ起きてました。今から事務所に顔出せるか？わかりました、初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにな。はい、わかりました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございました。
ちょっと待て、お前どこの組のもんだ。どこって荒川組だけど。てめえよくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。やめてると痛い目見るぞ。やってやるぜ、俺の番だな。やめんなよ。よし、行くぞ。ほらほら、とっておきだ。見せてやるよ。なんだこれ。行くぞ。俺の番だな。どうした？とっておきだ！見せてやるよ！行くぞ！俺の番だな！おれ！よっしゃ！勝ちだ！へへ、強くなった気がするぜ！覚えてやがれ。何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。一番です。おやさん、おはようございます。おう、一、座れ。はい。いいから座れ。あ、はい。お前、榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ、因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の？うん、近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか。榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか。2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。ああ、
直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東条会追放、こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし、喜んでやらせてもらいます。どうしたい。どうしたじゃないっすよ。今日は正月&兄貴の誕生日じゃないっすか。そういや、そうだったな。ちょっと何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。え、なんでですか。ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか。まあそんなとこで。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか。それよりミツ、お前今いくつだ。え、20歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴熱でもあるんすか。また電話する。おう。されて二度と笑えなくなるシリーズ。俺の番だな。
これがシャバ最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並み、もう一杯。あ、はい、かしこまりました。ナミー長、悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか？すまない、よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会、それは相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。これで思い残すこともねえな。美味しいですよね、牛丼。行くか。ありがとうございました。さっきのお兄さん、財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。